こんにちは、速稼塾の久保です。花龍馬シリーズも新年令和3年スタートですね。いやーでもね、私相変わらず昨日も今日もやること変わんないなと思います。なんかね、変化しないといけないというふうに言いながら、一番変化してないのは私なんじゃないかなと思うんですよ。この5年間ですね、 YouTube で喋ってるだけというね、まあそれだけ見れば喋ってるだけなんですけども、結構内容が変わってるのかなと、そのぐらいですかね。でね、今回花龍馬さん84本動画撮りました。本当お疲れ様でした。これすごいでしょ。すごいと思うんですよ。でも1回やると、もう二度とやらないぞっていう方もいれば、まあ50本ぐらいは大丈夫だよねっていう風な間合いが測れるようになったりするんですよ。吉谷さんとのその億万長者合宿のリレーなんですけども、実はね、数を追いかけた時があって、いつの間にか1日に30本ずつのリレーっていうのが始まっちゃった時があるんですよ。で、30本では足りなくなって、どんどん数が増えていって、まあ、40本になったり50本になったりしたんですけども、1人に対してなんかね、30個とか40個のテーマでそれぞれ動画を撮って送り合うなんて、ね、もう変人ですよね。でもね、再生数がずっと少ないとはいえついてきたってところを見ると、これ見てる人もいるんだなと、これもこれですごいなと思うんですよ。で、おかげさまで今はもう抑え気味というかね、1日に 2,3 本ぐらいのやり取りには変わってきたのが億万長者合宿なんですけども、まあでもね、やっぱりYouTuberですから、一定の売り上げを取るためには一定のアップロード本数が必要なんですよ。で、売り上げにこだわらなくていいようになってきたら、要するに儲かるようになってきたら、 YouTube のアップロード本数減らしてもいいと思うんですよね。ヒカキンさんとかはじめしゃちょーさんとか、寿司ラーメンリクさんとかっているんですけども、毎日上げてないですもんね。やっぱりあのレベルになってくると、毎日やらなくても大丈夫。要するにプロ野球の選手って毎日試合をやってるわけじゃないじゃないですか。オフってありますよね。だ、そのぐらいの余力を持ってできるようになってくるのが超一流だと思うんですけども、まあ、私はまだね、その中堅にも慣れてない、まあ本当下っ端 YouTuber ですから、まだチャンネル登録1万4000人超えたばかりですからね。そうなってくると、まだまだね、この毎日毎日20本30本は当たり前のようにやっていかないといけないですし、まあ100本やったこともあることはあるんですよ。何回か1日100本っていうのもやりましたけども、日常生活を壊さないようにそれをやるのがプロかなと思うんですよ。で、ここでちょっとね、以前もお話ししましたけど、まとめさせていただくと、ビジネスをやってるからといって私生活が壊れるようではまだ半人前だっていうふうに私は思ってるんですよ。家族もちゃんと養い、きちんとね、ご近所付き合いもして、いわゆる人並みの暮らしを送りながら自分のミッションもこなす。これはサラリーマンであろうともアルバイトの方だろうとやってることだと思うんですよ。例えば一部上場企業の社員さんがね、生活めちゃくちゃになってるかとかね、なんかそんなことはないと思うんですよ。バランスをとって全方向に両立する、360度両立するっていうことをしないと、やっぱどっかで暮らしが壊れたり、精神が壊れたり、熟年離婚になったりしますんで、やっぱね、離婚ばかりがダメってわけじゃないんですけども、自分の思ってもみないようなところから、自分のね、行動をこう壊すようなものが起きてくるってことは、やっぱり自分から発信しているものが、悪かったのかなと思うわけなんですよ。以前もコメント欄で争いが起きるのは発信者の責任だよっていうふうにお話しました。で、私は自分にそれを課してるんですけども、それに気づいた方、確かになと思う方はそういうふうに動いてくださいますし、これね、思い出しました。ダン・ケネディっていうね、コピーライティングの神様が言うんですよ。なんかセミナー1日400万みたいなね、オーストラリアセミナーとかあったんですけども、そういうところでそんなこと言ってました。言ってることは大したことないんですよ。で、大事なフレーズが1箇所だけあるんですよ。で、そのフレーズを言うために3時間のセミナーやってるような感じなんですけどね、その方が言ってたのは、なんでね、クレーム客が来るのかっていう風な問いに対して、それはあなたの発信が呼んでいるって答えたんですよ。確かにそうなんですよね。発信しなければどんなクレームも来ないわけですよ。だから人は発信することになかなか勇気が出ないんですけども、でも発信していくと、自分に対してではなくて、他の視聴者さん同士とかね、塾生同士で揉めたりってことがありますよね。それは要するに取りまとめてる人間の発信が弱いからだって捉えていくってことなんですよ。で、今年もですね、いろんな現実に出会うと思いますし、例えば生活保護で立ち行きませんって方が来るかもしれません。中にはクレクレ星人が来るかもしれません。それ全て発信者が自分の発信に反応した人が呼んでるわけですよね。だから、こんなやつが来たよっていうふうに面倒くさがるんじゃなくて、そもそもそういう人と縁を作ったのは誰なんですかと、そして自分にはどんな義務や責任が課せられてるんですかってことに立ち返って、今年もね、放送の方をしっかりさせていただこうかと思います。思えば、私が YouTube 活動していて、花龍馬さんの立場からするとですね、久保哲郎に会えたのは、そしてそこから高田さんとかね、他の塾生さん、綾沢さんとの、機会が広がったっていうのは、
多分花屋さんが発信してるからこそ起きたことだと思うんですよ。そして84本の動画を1日でねアップロードすることになっちゃったと、個人動画をそんだけたくさん出すことになっちゃった、そんな人生が待っているとは思わなかった。でもそれは私と出会った以上しょうがないことなんですよ。私に出会った方、私のね YouTube 動画に出会った方っていうのはワンツーワン動画にものすごくね価値を感じて、それをやってくれる人を待ってるし、それを自分もやりたいと思って中にはやる人もいるんですよ。私と出会わなかったら多分こんな動画やることっていうのはなかなかないと思うんですよね。という意味では花よりもさんも速稼塾に巻き込まれちゃったわけなんですよね。まあそんな感じで今年いろいろとやっていくと思いますけども、1月7日ね、夕方お会いできればと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。そうですね、花よりさんのお住まいとかわからないんですけども、まあ近くにね、どっか場所を設定しますので、そこでお会いできればと思いますんで、またその辺は詰めていきましょう。7日っていうとすぐですね。よろしくお願いします。それでは、いってらっしゃい。